こんばんは、本物のロックの話をしに来ました。あ、なんか昨日あのオチに使われたモズニオンという男です。分散ハイタロックというものの話をしますが、分散ハイタロック簡単に言うとこういう感じで、なんかシェアードなものがあってロックを持っていて、サーバーがロックを取りに行ってロックをもらって、何らか重くてなんか排他的処理が必要なジョブをやって、でその間他のサーバーがゲットロックして、ロックを欲しいって言ってきたらそこで待たせておいて、こうジョブをやってたサーバーがアンロックしてロックを返したら、これがロックを取れてまた仕事ができるみたいなやつ、そんなやつです。はい。で、まあこの存在を我々はどうするかみたいな問題があるわけですよね。あ、先に言ってしまった。で、例えばまあレディスがあったりとか、メムキャッシュ D があったりとか、あるいは RDBMS に突っ込んだりとか、まあその他皆さんお好きなものを使うと思うんですけど、ここで冷静に考えてみましょうと。何を使うのが我々は正しいのかと考えて、とっていくと、まあこれに行き着くわけですね。電話です。電話を使います。私はロックに電話を使うことで本物を見出すことに成功しました。電話っていうのは2つの排他的なステートを持っていて、相手と通話できるっていうのと、相手と通話ができぬっていうのがあるんですね。つまりこれはお話し中なんですけれども、これはもう究極の排他他ならないわけですよ。電話は2人でしか電話ができない。3人で電話することは不可能、排他なんですね。で、高可用性だし、高信頼性だし、高保全性なわけですよ。しかもですよ、1876年以降の伝統ある枯れた技術なわけです。で、この最高のインフラに乗らざるを得ないということで、私理論を編み出しましたと。あ、電話をしますよ。で、コール中ですよ。で、仕事をしますみたいな。で、もう一つサーバーが電話をしてくると、あ、お話中ですよって返してあげて、で、もう一回諦めずに電話をして、あ、お話中ですよって返ってきて、まあこれでロックができている、びっくりだ。で、ここで電話を切るじゃないですか。電話を切るとロックが返されて、電話をするとコール中になって仕事ができるわけですね。すごい。で、これを実現するためにですね、もうコンピューターから我々は電話をかけられる時代になっていて、水路っていうものをそういう巨人の肩に乗ってこうしたハイテクを実現できるわけですね。で、これからデモをしようと思ったんですが、ツイロの無料アカウントを調子こいてデバッグしまくったらエクスパイアされてしまって、今本物のロックを見せてやるとか言ってたのにもかかわらず見せることはできないってことですね。まあ、結論としますと、まあ、電話は最高ってことです。ご清聴ありがとうございました。